皆さんこんばんは。内藤陽介の世界を読むをお送りいたします。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、はい、今6月の12とか13ぐらいに、はい、12、13、14それぐらいかなに、あの安倍さんがあのイランに行くの行かないのということが、はい、まあ、あの調整しているというふうに言われていて、実際どうなるかはまだわからないところなんですが、はい、まあ、そういうわけでちょっとまあイランとその周辺についてなんか、あの、まあ、また例によって雑感の類ですけれども、はい、あの考えてみようかということでちょっとお話をしてみようかと思っております。はい、そのあたり難しいのでぜひお願いいたします。はい、で、あの、まあ、イランなんですけれども、まあ、あの基本的にイラン現在反米国家ということを言ってますけれども、はい、これ一つはまあいろんな側面があるんですが、あの79年にイランイスラム革命という革命が起こったと、はい、でそれ以前はあのイランというのはそのパーレビ体制という、まあ、あの親米国家ですね、はい、でパーレビ国王という国王がいて、はい、シャアがいて、でその人があのアメリカ の, その支援を受けて経済建設をやっていたと、はい、でところがあの石油 の, その利権というものがあの実は1950年代にイランであの石油国有化をするまではイギリス系 の, あのアングロイラニアンという会社が石油の利権の9割を持っていってたわけです、はい、でところがそれが あ, のあまりひどいじゃないかということでモサデクという人があの石油国有化に踏み切ったわけですね、はい、イギリスを追い出して石油国有化したと。でところがそれがあの当時あの東西冷戦で特にあの朝鮮戦争なんかもありましたので、はい、安価な石油を確保しなきゃいけないと。だからイランというのがあの場所的にもともと19世紀以来あのイギリスとロシアの勢力圏の争いの場だったので、はい、ソ連が出てくるということを非常に恐れたということでアメリカが CIA が乗り込んでいって、はい、そのモサデク政権を潰したわけです、はい、でその後に権威を復活したのがそのパールビ国王だったわけですけれども、はい、そのパールビ国王はあの復活したんですが、その後で石油の利権というのをイギリスは9割持ってったのを、はい、いわゆる折半にしましょうとかで落ち着いたわけです、はい、でそうするとイランの石油収入ってものすごい増えたわけですよね、はい、でその増えた収入をアメリカ の, その指導のもとに近代化というものをやったわけです。でところがそれがあまりにも急激にお金が入ってきて、あまりにも急激に近代化という制度改革のものをやったもんですから、はい、これがいろんなその社会的な圧力や摩擦を生んで、はい、で最終的にそのイスラム革命というのが起こったと。でただそのイスラム革命というのが最初からあのイスラム的な国を作るって起こした革命というよりも、はい、反国王ですね、社会の不平等が拡大して貧富の差が拡大して、はい、そこで今の国王の政治はおかしいと。イスラムに照らしても、まあ、イランも 90% 以上がイスラム教徒の国ですから、はい、イスラムに照らしてもおかしいということで体制がひっくり返ったんですが、はい、その革命が起きた時点では反国王ということでしか共通項ないわけですよ、はい、でその中で指導力権争いなんかやっていくうちに現在 の, そのイスラム教国というような体制がまあ出来上がったということなんですよ、はい、で当然そのアメリカの後ろ盾だった国をその、まあ、あの追い出すということで、アメリカが後ろ盾になっていた体制を壊したものですから、はい、反米感情というものは根強くある。で特に国王が治療の名目であのアメリカに逃げたと、はい、でアメリカが受け入れちゃったものですから、ここでその、まあ、あの国民の怒りが爆発をしまして、はい、アメリカ大使館占拠事件というのが起こるわけです。ありましたね、はい、映画でアルゴっていう映画でも。ごめんなさい、ちょっと髪の毛が甘いから出てごめんなさい、はい、ありがとうございます。で例えばアルゴっていう映画が昔ありましたけども、はい、あのそういう大使館占拠事件が起こったと。で言ってみればその大使館っていうのはあの言ってみればその国の領土ですからね、はい、そこには入れませんからね。あのですから治外保険区域ですから、はい、そこがやっぱりイラン人によってイランの民衆によってその攻撃をされたっていうのは、はい、アメリカ人の感覚からすると真珠湾でやられたの同じなわけですよ、はい、当然それはそういった体制をその許すわけにはいかないというのがあのアメリカとイランの対立のまあ、根っこにあるわけです、はい、でアメリカのもう本土のようなものを狙われたという意識ですね。そうそうです、はい、でイランはイランで それまでの体制を支えていたあの不公正なそのパーレビ体制を支えていたアメリカを追い出せと、はい、で特にそのイスラム教徒としては1967年以降はあのエルサレムというのはそのあのユダヤ教キリスト教そしてイスラム の, その三大宗教の聖地という形になってますけども、はい、その具体的なポイントとしてイスラムの聖地が岩のドームというのがあるわけです。ありますね、はい、ここを含むその東エルサレムがイスラエルによって、まあ、不当に占拠されていると彼らは言うわけですね、はい、だからそのエルサレムを不法占拠しているシオニスト国家イスラエルを叩き出すんだというのはこれはイスラム教徒にとっての共通認識になりますから、はい、イスラエルは敵であると、はい、そのイスラム国家としてみればイスラエルは敵であると。で共通の敵ということですね。でイスラエルをそのあの支援しているアメリカはその点でも許すまじというあのそういうロジックが彼らは来ると。で、はい、アメリカの側はアメリカの側でやっぱりイラン の, その大使館 の, やきあの選挙事件なんかもあるというふうなこともありまして、あのそれがまああのイランとアメリカの対立の、まあ、
基本的なそのまあ出発点ということになります、はい、ただまあお互いその外交ですから時々相手を利用したりされたりということはまあまあまあその間あったんですが、はい、基本的にはずっとその構図がまあ基本構造としては続いていると見ていただいていいわけですね、はい、現在も続いていると、はいはい、でそこでまあイランとそのまあアメリカだとかそのサウジのその対立がまあエスカレートしているということなんですが、はい、でイランとサウジの対立っていうようなことなんですけれども、でこれ何度もあの前からの私の配信を聞いていただいていることがお分かりだと思いますが、サウジは勝手にイスラムの盟主と名乗ってますけれども、はい、所詮サウジですからね、はい、まあ、何言ったってサウジはサウジなんですよちょっと弱いんですよね、まあ、弱いしダメ、とにかくあの中東のガンはサウジですから、あら、まあ、はい、あの全ての悪いのを固めたのがサウジという国ですから、はい、でそのイランとサウジというのはよくスンナーとシーアの対立という、まあ、そういう面がないとは言わないです、はい、ただその宗教対立というかその宗教の理念なんてサウジなんかそんなもんないですから、あいつら、はい、ないんですね彼らは、あいつらそんなのあの知能ないですからで基本的にはそういう話じゃなくて、はい、むしろそのペルシャとそのアラビア半島、イランってペルシャ人の国ですね、はい、でアラビア半島の一応まあ一番力を持った連中がそれがペルシャ湾岸 の, その派遣をめぐって争っていると、はい、石油が取れるんですよね、石油もですし、ペルシャ湾って海ですから、はい、そこ の, 利権って言いますか派遣の争いであるというのが本質なんです、はい、そんな宗教対立なんて立派なもんじゃないです、はい、でペルシャ湾ってのは名前の通りもともと伝統的にイランの海なんです、はい、イランが大きなペルシャだったんですよね。そうです、はい、大ペルシャ帝国の末裔がイランですから、はい、イランのその勢力圏の海だったんです、はい、今でもペルシャ湾なわけですよ、はい、でそれが例えば19世紀にイギリスがインドを、大帝国がインドを植民地化して、はい、今 の, そのまあパキスタンとかその辺ぐらいまで勢力を伸ばしていった時にこの地域というものは経済的にはインド経済圏に組み込まれたわけです、はい、でそこでイランで大体イランがその頃ってある程度弱ってましたから、はい、そういうこともあってイランのプレゼンスが一時的に引くんですけれども、はい、実は1971年にイギリスが湾岸地域から撤退するんですね、はい、でそれまでは実はこのペルシャ湾岸 の, 南側 の, そのアラブ の, そのちっちゃな主張国という人たちは何やって食ってたかと、はい、まあ、産業いくつかあるんですけれども、まあ、まともな産業としては真珠ってのがあったんですよ。真珠は高価ですよね。うん、でもそれ20世紀の初めに三木本が出てきて全部潰れましたから。あ、そうなんですか。三木本がどこかで作ってしまったんですか。いやだから三木本パールが養殖真珠作ってるじゃないですか、はい、なるほど。で、はい、天然真珠でごくレアな天然真珠はいいですよ。だけど普通の天然真珠だったら、はい、三木本の養殖真珠の方が安くて質がいいから、はい、市場へ一挙に三木本パールが、そうなんですね、圧倒しちゃうわけですよ。で知らなかったです。ヨーロッパなんかで裁判やって三木本パールはこれは養殖真珠で偽物だみたいなことやるんですが、はい、成分分析やっていやいや本物ですということがお墨付き得られちゃうと、はい、そうすると湾岸なんかはその真珠の一大産地だったんですけど、はい、これが致命的な打撃を受けるわけです。貧しいとこなんで農業なんかできませんから、ほとんど砂漠ですからね、もう乾いて水も吸収しないんです、うん、で、でそこで海賊やるっていうのは要は航海を抜けてインド洋を通ってインドにその、まあ、貿易商船なんか行くの、それを襲ってたわけですよ、はい、でそれをだから結局イギリスが保護国化してたっていうことは、はい、海賊はするんだと、はい、お小遣いやるから海賊をするなって年金はそのやっぱり市長に払ってたわけです。すごいですよね。それから、はい、やっぱイランというのがやっぱり大ペルシャ帝国の海ですから怖いんで、はい、じゃあイランからも防衛してあげましょうと言って軍事も肩代わりしたわけです、はい、でそれがずっと20世紀の真ん中まで続いたわけです、はい、ところが言ってはこの辺から60年代頃からですね、原油も出てくると、はい、である程度豊かになってきて、豊かにというかある程度 の, そのまあお金がその彼ら自身で回るように、海賊をやらないでもですね、はい、お小遣いもらわないでもいけるようなところ、生活できる状態に、ところがいくつか出てきたわけですよ、はい、ドバイだったりアブダビだったりってところがね、はい、で当時はイギリスもイギリス病って非常に景気が悪いところじゃないですか、はい、だから言ってみれば GDP で日本を抜いて世界2位になっておきながら、はい、まだODA くださいって言われたらムッとするじゃないですか、はい、そうです ね, ね、で、はい、しかもその自分たちのいや防衛も一緒にお願いしますみたいなことから、いやいやいやってなりますよね。でそれでイギリス頭きて撤退したんですよ、はい、でその時にちっちゃなそのドバイとかアブダビとかいろんな国々が、はい、泣いて叫んで頼むから独立させないでくれと、はい、お小遣いちょうだいってなんですね。お小遣い欲しい、今までそのままで保護区のままでいいです、はい、頼むから独立なんか絶対嫌だとかって言うんですけど、はい、イギリスはガンとしてダメだ独立しようと、はい、だから植民地っていうのはいわゆる植民地とか保護国っていうのはその
常に独立をしたがっていて、はい、でその宗主国に戦うというイメージを持っている人も そうですね、多いですけど、はい、そうじゃなくって世の中には志が本当に低くて、はい、珍しいですよね。そういう人たちもいるわけですよ、はい、ね、でそこでイギリスが引いちゃったら、はい、ここはやっぱりイランのプレゼンスがもう一回出てきたわけです、はい、で例えばだから一つでドバイとかアブダビとか単独ではやっていけないからアラブ首長国連邦という連合体を作ったわけです、はい、で7個の国でできてるんですよね。7つなんですね、はい、でところがその一つ行きがあってラサルハイマってちっちゃな国あったんですけど、これ行きがあって、はい、いや俺は別に連邦に入んなくても大丈夫だよなんて言って、はい、最初入んなかったら、はい、あっという間に対岸の島をイランに取られちゃうわけです。いや早いですね。 そうで、いやそもそもラサルハイマなんて国はないというのがイランの立場。そうなんですか。あら、いや要するに、いや こんなものは国ではないと、はい、すごいですね。もともとはね、ペルシャ人の意識としては、はい、もともと全部自分の、いやいや、ペルシャンって自分の海ですから、はい、ここはなんで勝手に分けてるのって思っちゃうんですね、うん、野蛮人がというね彼らしてみれば、はい、そうですね。いやだからそれで慌てて連邦に入ったというふうな経緯があったわけですが、はい、ただ入らないと危ないですよね本当に。ただ大ペルシャ帝国の時代と違うのは、曲がりなりにはサウジという国がある程度できちゃって、はい、でそこでその一応それなりに大きな国として石油のお金もある国がイランの対岸にできちゃったと、はい、そこでこの争いというのができるわけです、はい、でさらにそのさっき言いましたけど79年にイランイスラム革命が起こると、はい、でイランイスラム革命というのは西でも東でもないイスラム教国を作るといって、一応イデオロギー的にはイスラム国家を作るということでスタートしたわけですよ。でそうするとそれを革命の輸出っていうことをまあ言い出したわけですね、はい、で実際に彼らがあのエージェントを送って革命をその各地であのかつての旧ソ連のコミンテルみたいなことをやったかっていうと必ずしもそうではないんですが、はい、ただ周辺にはイスラム教徒がいっぱいいて、はい、で特にサウジだとかその、まあ、あのバーレーンだとかカタールだとかその UAE だとかこういった湾岸の主張国っていうのは議会も何もないですから。あ、ないんですか。で要するに王室だとか一部の王族が全部富を独占してそれを分配するという体制ですから、はい、これはイスラム的に見て正しいやり方なのかという不満を持つ人は大勢いるわけです、はい、だからそういったところにイスラム的なあのでイスラム革命の一つ その理念としては公正な社会、はいはい、要するに王政時代はその非常に社会的な不公平が大きかったんでこれ公正な社会を作るんだってことをスローガンにしてるとそうするとやっぱりこの辺の湾岸の人たちに聞くんですよね、はい、自分たちもそうなりたいと思うんですよね。そう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 、だから革命の輸出というふうなことをやられると困るというんでイランを抑え込まなきゃいけないということが出てくるわけです、はい、でそれと同時に例えば腐敗堕落に対するその不満が中で国内では出てくると、はい、で例えばそのサウジの中なんかではこれも以前ちょっとあのお話をしたかもしれないんですが79年イスラム革命が起こった79年11月にハラムモスク襲撃事件というのがあって、はい、でここでメッカのモスクが襲撃されるという事件が起こるんですね、はい、でサウジなんていう国がなんでこんなものが存在許されているかというと彼らのその存在意義って何かというと、はい、メッカとメディナをこれをそのまあ管理すると、はい、守るんですね。そうで、はい、これ外敵から守り、はい、その治安を維持し毎年そのイスラム歴の12月に巡礼月となって全世界から巡礼が来るわけですよ。聖地メッカ巡礼が、はい、その人たちをきちんと無事に受け入れて、はい、事故なく巡礼の儀式を終えてそれを送り返してあげるというのが彼らがあのやる最大の仕事なわけですよ、はい、でそれができなきゃサウジなんて意味ないんです、はっきり、はい、なのに襲撃されてしまったんですね。で失態をしていかすわけで、しかもそのサウジはそのこれがメッカ その聖なるモスクだからそこであの武器を使っていいのかどうかってオロオロしてやってきて結局犯人が何人かここでですね、はい、あの居座っちゃってですね、でサウジの警察は結局最後できなくてどうしたかっていうとパキスタンの助けを借りてですよ、はい、でパキスタンっても本当は弱いんですよ、すごく。あ、そうなんですか。インパ戦争で一回も勝てないそのインドにボコボコにやられてる、むちゃくちゃど弱いそのパキスタンの警察が乗り込んでいって、はい、鎮圧をするという。鎮圧できたんですね。でそのパキスタンの警察で鎮圧できる連中が、はい、サウジの警察でできないわけ。あら、もっと弱いんですね。だからサウジではとにかくダメなんですよ。でね、これで、はい、非常にそのサウジの権威というものが国内的な権威というものが傷がついたんでどうしたかと、はい、もともとサウジはそのやっぱりその王族が好き勝手やってると、はい、どう考えてもあの原理主義的なことを口では言うけれども自分たちがやってるのはもう非常にその腐敗だらけした生活でやってると、はい、いうことで不満が多いとどうするかというとこの時期ってのはたまたまなんですけどアフガニスタンでソ連が侵攻して、はい、あの抵抗運動なんかやってましたから、はい、その抵抗運動を積極的に支援すると、はい、で特に王政に不満を持っている原理主義者たちにある程度のお金を渡してアフガニスタンに義勇兵として行っといてと、はい、でジハードやっといてと、はい、で自分たちはサウジ王室はジハードを応援していますと言って、はい、
だから自分たちはイスラム的にねおかしくないんですと、兵を送ってるからということですね。でそうイスラムのその、まあ、あの理念にのっとった、政府なんですみたいなことを言って現地支援を煽って、はい、外でテロというか、まあ、抵抗運動をやらせたりなんかしてたわけ、はい、もうお金を払って外に出て行ってもらうという感じですよね。そう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 、でそれで自分のところには来るなよっていう、はい、そういう練習なんですよ基本的に。だからあのそのテロでそれが例えばアフガニスタン の, あのソ連軍 の, その侵攻というのが終わった時に彼らがどうなったかというと、はい、彼らの多くは自分たちはイスラムのために戦った英雄だと思って国に戻るわけですよ、はい、でところがですよ各国とも どこでもそうですけれども中東世界アラブ世界の多くは基本的に不景気でその失業率が高いところですから、はい、毎日いて毎日その就職活動して通ってても職があるかどうか分かんないでしょ、はい、そのように2年も3年もですね、はい、アフガンに行って戦ってたような人たちっていうのは、はい、帰ってきて職があるわけないじゃないですか、はい、そうですね、はい、でどうしましょう。そうするとそういうところで、はい、あのブータルブータル不満言うわけですよ当然、はい、で最初のうちはそのアフガン義勇兵の英雄がとかって、まあ、周りの人は優しくしてくれますよ一月か二月はね、はい、でそんなも2年も3年経ってもいい加減は働けよってなるじゃないですか。なりますねそろそろ自分でという でそれもできない。でそうすると畜生俺働けないアフガン頑張ってきたのにとかって、はい、で日本だったら安倍のバカがとかそのあの心臓病みたいなこと言ったりね、はい、あの日韓現代を出しててもですよ、はい、あの誰も捕まらないですけど、はい、中東アラブ世界って言論の自由ないですからね。あ、ないんですね。政府批判やったらそのことやったら捕まるわけですよ。王様がと言ったらもうアウトなんですか。そうそうそう、王様がとか大統領がとか言ったらそんなもん捕まって、はい、ね、あのぶち込まれたりするわけですよ。少なくともその友達なくすわけですよ、はい。でそうするとだん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 不満が薄積してきて、はい、テロだんだんその世の中に対する不満というものが爆発してそれが各地でテロとしていろいろ出てくるんですよ、はい、で特にそのサウジなんかに関して言うと例えばイスラムのイメージだと言ったのが湾岸戦争湾岸危機の時に、はい、要するにあれ考えによったらイラクもそのイスラム教徒が多数を占める国だしクウェートもイスラム教徒が多数を占めるしとかだしスンナーイスラムの名士だと言うんだったら、はい、サウジが調停して話をまとめないように女も何もできない、はい、できないどころかサダム・フセインの軍隊がクウェートに来たら、はい、あのサウジ軍瞬殺ですよ。あボロボロですよ。でしかも、はい、アローコとかで彼らはそのアラビア半島というのはねイスラムの聖地だと言って名乗っていてその聖地の守護者だと言っておきながら、はい、自分たちで守れないからどうしたかって米軍に駐留してもらったわけですよ。で、はい、あ米軍だって別にそのイスラム教徒 いますけども、はい、基本的にアメリカがイスラム国家と思っている人誰もいませんからそうです、ね、彼らから見ると異教徒の軍隊を聖地に駐留させているのはサウジですよっていう、はい、もう要するに あらゆる意味でサウジってのはだからダメダメでそのテロの標的になりがちなんだけども、はい、それを金をやって自国でテロをやられて困るから外に追い出すわけです、はい、でここで例えばチェチェンであのムスリムやられてるよとか、はい、ボスニアだよとか頑張ってって言ってお金を渡 す, んです、ね、で例えばインドとかあそこに行って、はい、いやイスラム教徒やられてっていうそういう各地のテロリストにこう金をやってで自国の人間をそのワンサカワンサを撒いてる。だからアフガニスタン の, そのタリバンだタリバンはなんか の, その資金源なさんこれサウジですからね。そうなんですね。だからあのサウジっていうのは言ってみれば全世界有数のテロ支援国家なんですよ、はい、でイランもテロ支援国家だけどもイランのこと言うんだったらその10倍サウジのことを批判しないと、はい、これバカかスパイの補足って倉山さんの言ってる通りで、ね、聞いてが多いっていうあのまあ言いたい人はいるんだけど、まあ、ここはあえて直筆するんですが、はい、そうですね、はい、で、あの、まあ、喧嘩するのは目的じゃないんで、で、それで、そういった側面があると。で、はい、イランはイランの側で、例えばイスラム国を輸出するとで、彼らは既存の世界秩序をその解体するんだみたいなことを言ったために、はい、イラン・イラク戦争で、イラン・イラク戦争っていうのは、イラク軍がイランに攻め込んだ純粋なイラクによる侵略戦争ですからね。はい、でところが国際社会はとにかくイスラム原理主義国家なんてこんなものがあっては困るということでイラクの側を徹底的に味方して、はい、イランを封じ込めたわけです、はい、でその恨みつらみがあるわけです、はい、だから例えば自分の周辺で、はい、そういうサウジみたいなテロ部隊だとかそう自分に圧力をかけてくるのがいるとそれをゲリラ戦で支援する。あー、なるほど、はい、彼らにしてみればサウジがそのテロを撒いているのと同じような形で特にその湾岸 の, その主導権なんかを握って撒くんであれば自分たちもやらなきゃいけないよね、はい、で例えば大きく分けてそのヒズボラというのはそのレバノンでレバノン内戦の時期にイスラエル軍が侵攻してきた時にレバノンのシーア派がイランに習った革命政権を作るんだみたいなことで始めたのがヒズボラですけれども、はい、そしたらそういったものを例えば支援すると、はい、でそれによってそのヒズボラがそのアメリカ大使館をその攻撃したりなんかするときにそれを取引材料としてアメリカとその取引をするっていうのがまあイラン
あのコントラゲートという、まあ、一大疑惑になるんですけれども、はい、まあ、そこまで話すとね、あのキリがなくなっちゃうんで、はい、その続きで、その中で今あの特に話題になっているハマスの問題なので、はい、そのハマスについてちょっと次回また、はい、お話をしたいと思います。お願いいたします。では来週もお楽しみに。